最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキは寄せって言ったじゃねえか。待てこら。無銭飲食は良くねえな。この間の野郎じゃねえか。何しに来やがった。こいつがよこした用心棒ってか。舐めやがって。俺を誰だか分かってんだろうな。この人はね、堂島の竜、桐生一馬さんだぞ。ビビってんな。そりゃそうよ、堂島の竜相手にビビらねえやつなんていねえ。おい、どうする用心棒さんよ。桐生さん、今日のところは穏便。冗談じゃねえ。俺は今最高に機嫌が悪いんだ。おら、俺らを誰だと思ってやがる。どうしてもダメですかね。てめえ、俺をとうとう切れさせちまったようだな。死んで詫びても許さねえぞ。Yeah.